モニター開発って50代以上モニター専門家、モニキャンです。さて、人気モニターが多い BenQ の中でも、トップクラスに人気の高い、モビウス EX2510。そんなモニターに勝てるのは何か？そう、俺に勝てるのは、俺だけだ。ということでね、皆さんも待ちに待っていたであろう、BenQ の新作ゲーミングモニター、EX2510 の後継機。モビウス EX2510S こちらを購入したのでレビューしていきたいと思います。本当はね、旧型の EX2510 が手元にあったら並べてレビューしたいなって思ったんですけど、残念ながらね、もう僕の手元にはないので、代わりといってはなんなんですが、サイズ違いの EX2710 とね、軽く比較しつつレビューしていきたいと思います。一体どのような進化を遂げたのか、まずはスペックから見ていきましょう。まずリフレッシュレートは 165Hz。 リフレッシュレートってのはモニターが1秒間に何回画面を更新できるかって数値なんですが、これが高ければ高いほど映像が滑らかでね、スムーズに見える。そうすると敵の視認性も上がるのでね、動きの激しい FPS ゲームなんかではこれがめちゃめちゃ重要。カクカクせず滑らかな映像っていうのはね、一度体験すると戻れなくなります。で、お察しの方もいると思いますが、ここがね、 EX2510S の一番の変更ポイント。旧型のモデルが 144Hz だったことに対して、今回の EX2510S は 165Hz とリフレッシュレートがパワーアップしてます。最近のゲーミングモニターはね、もう 144Hz が過去のものになりつつある。もうね、新しく出るゲーミングモニターはほとんどが 165Hz。 これは勝手な想像なんですけど、もう業界がね、 165Hz にシフトしてるんじゃないかなって思ってます。一般的な PC ゲームだと 240Hz のモニターを活かす環境ってなかなか作れないんですよ。 PC の性能がね、かなり求められるんで。でも 165Hz ならまあ結構ね、出せるっていう人もいると思います。というか、大多数の PC ユーザーは 165Hz の方が結構ね、こうニーズに合ってる。なので 144Hz を買うならちょっとだけ上のね、 165Hz にしよっかなっていう人もね、結構いると思う。ただ家庭用ゲーム機の場合、最新機種である PlayStation 5 や Xbox シリーズですら最高でね、 120fps しか出せないので、 165Hz にパワーアップした意味はまあないですね。家庭用ゲーム機用って考えるなら、旧型でも何の問題もない。そして、応答速度は1ミリセカンド。正確には、MPRT っていう、モニターの画面をカメラで撮って、ぼやけ具合を測定するっていう方法だと、1ミリセカンド。G2G っていう、あるグレーを表示した状態から、別のグレーに表示を変えるとき、これを測定した場合だと、2ミリセカンド。この応答速度は旧モデルから変わってないですね。応答速度っていうのはモニターの色が別の色に変わる時の速度のことで、これが遅いとね、1個前の映像と今の映像がね、こう被った感じになっちゃって、動きの激しいオブジェクトとか敵がね、ぼやけて見える。なので、FPS ゲームとかではめちゃめちゃ重要。早ければ敵がぼやけずにはっきり視認できますからね。ただまあ、これくらいの応答速度なら、FPS ゲームなんかでも全然問題なく敵を視認できるでしょう。そして、パネルは IPS パネルを採用。色味が綺麗で、視野角も広い、万能パネルなので、最近は特に人気の高いパネルですね。発色が綺麗なので、オープンワールドの RPG とか、アクションとか、どんなゲームにも合うのが、ディモートパネル。モニタータイズは変わらず 24.5 インチ。個人的に、FPS ゲームとか、モバとかをやるのにぴったりのサイズだと思ってるので、これは素晴らしいですね。サイズ違いの27インチの EX2710S っていうのもあるので、 24.5 インチちょっとちっちゃいなって思う人はそちらをどうぞ。サイズ以外はね、今回紹介する EX2510S と全く変わりません。解像度はフル HD。 高リフレッシュレートと高解像度っていうのは両立させようとすると値段がね、もう10万円クラスまで上がっちゃうので、解像度がフル HD なのは仕方ないですね。つまり EX2510S は高リフレッシュレートの方を優先したモニターってことですね。4K とか WQHD には及びませんが、IPS パネルですし、フル HD としては十分綺麗な映像を出力できます。そして気になるお値段ですが、撮影当日の価格は36,980円。
まあまあいいお値段ですね。フル HD で IPS パネルの 165Hz の中では、まあ、ちょっと高めかなって感じ。最近はモニターの価格が高くなってる傾向にあるとはいえ、前作が発売当時は約3万円だったことを考えると、これはね結構強気な価格設定だと思います。スペックを見た限りではリフレッシュレート以外の変更点はなさそうですが、果たしてって感じかな。ちなみに BenQ には今回紹介するモビウスとモニケンでもよく紹介してるゾーイっていう2つのブランドがあるんですが、ゾーイの方はガチの FPS ゲーマー向けのモニターで、色味はいまいちだけど応答速度の速い TN パネルを採用していて、ダイヤックっていう黒挿入の中でも視認性が高い一つ上の黒挿入機能を採用していて、まさにハイジン仕様のゲーミングモニターブランドって感じ。一方で今回紹介するモビウスのゲーミングモニターは FPS ゲームをやりたいけど、他のゲームをやったり動画を見たりとマルチに楽しみたいっていう人に向けた万人向けのゲーミングモニター。色味の綺麗な IPS パネルを採用して、モニターの中では音質のいいスピーカーを採用して、リフレッシュレートも 144Hz から 165Hz で 240Hz のようなガチのハイジン仕様のものはないって感じ。まさにマルチに使えて万人受けするゲーミングモニターブランドになってます。BenQのゲーミングモニターを調べるときは、ブランドがモビウスなのかゾーイなのかっていうのもね、意識して調べてみると自分に合うモニターが見つけられると思います。ではでは、ざっくりスペックの紹介も終わったところで開封いってみましょう。それでは開封していきましょう。まず電源、こちらね、電源は内蔵型ですね。旧型と変わってなくて、このケーブル1本でいけるんでね、使いやすい。で、HDMI ケーブル。ディスプレイポートケーブルは付いてないので注意しましょう。で、紙類ですね。まあ、保証書とか、まあ、簡易セットアップマニュアルとか、あとまあ安全のためにね、これはやらないでねとか書いてある紙です。まあ、この辺の紙はね、ネットでも見れるので、そんなに大事にしなくてもいいかも。保証書だけは大事にした方がいいね。で、背面カバーですね。これどう使うかっていうと、背面の入力端子を刺すところを隠すために使います。後ほどね、実際に取り付けてみましょう。台座、相変わらずのトライフォースにオレンジのゴム。まあね、モビウス定番の形って感じですね。で、スタンド。これね、結構重たいんで、女性の方とかね、注意してください。落とすと多分床余裕で凹みます。そして最後はモニター本体。中身がこれで全部。なので、早速組み立てていきましょう。で、組み立てはかなり簡単で、この背面の凹みにスタンドをまずはめていくんですけど、もしモニターアームを使うっていう場合は、この背面のネジを引っこ抜いてモニターアームを取り付けましょう。 100×100 のベファ規格に対応しているのでモニターアームも取り付けられます。で、普通に組み立てる場合はこんな感じでスタンドをはめてあげる。で、このスタンドの突起部分に台座のね、へこみを合わせてあげて、あとは手でネジを回してあげれば完成。ドライバーを使わなくてもね、組み立てれるのはありがたいですね。これで完成。で、組み立て完了して電源を入れたのがこんな感じ。まあ、見た目はね、もう完全に EX2510S と変わんないですね。まんま同じ。一個だけ、ここにちっちゃく S って書いてあるぐらいですね。で、サイズなんですが、高さが一番上だと 52.1cm。で、一番下だと 39.1cm。で、横幅が 55.7cm。サイズ全く同じですね。で、あとベゼルと非表示領域ですが、ベゼルが 1mm で、非表示領域が 5mm って感じ。かなり狭いですね。デュアルディスプレイとかにしても、このベゼルと非表示領域が狭くて、あまり気にならないでしょう。一応、公式サイトのスペック表も確認しましたが、もうサイズはね、完全一致しておりました。で、背面はこんな感じで、まあ EX2510 と変わんないですね。見た目としては。中央にモビウスのロゴがあって、あと、この左下にね、スティック型ボタンと電源ボタン。あと、入力端子切り替えボタンがありますね。で、このスティック型ボタンを押し込むと、モニターのメニュー機能を操作できます。で、このままだと入力端子を接続する部分が丸見えなんですが、そこでね、この背面カバーをつけてあげると、こんな感じで見た目がかっこよくなりますね。あと、ちょっと映ってなかったんですけど、このね、スタンドの下の部分に、モニターにね、接続するケーブルをまとめるための穴があります。ケーブルってね、ごちゃつきやすいんで、ここを通しておいた方が良き。あとは台座ですが、まあ、いつも通りの、このモビウス特有のトライフォースの形に、オレンジのゴム。モビウスシリーズは、オレンジがイメージカラーらしいので、オレンジを使ってるんですけど、ま、ちょっと正直ダサいよね。毎回思うんだけど。あと、台座の形もね、ここら辺浮いてるのかね、別にこれ、浮いてなくて良くないって思っちゃう。
まあ、真ん中の穴自体は、なんかね、巷によるとね、このプロコンがちょうど収まるからいいっていう意見もあったので、まあ、これは悪くないのかもしれない。で、モニターの色味なんですが、やっぱりね、モビウスシリーズは色味めちゃんこ綺麗ですね。発色がマジでいい。同じ IPS パネルの中でも、発色に関して言えばね、かなりいいんじゃないかなと思ってます。こんな感じで上から角度をつけても全然色味は変わらないですし、もちろんね、こんな風に横から見ても色味が変わらない。で、こちらが EX2710。旧型の27インチの方ですね。なんですが、やっぱりこちらもね、色味非常にいいですね。こうやって2台並べてみても、どっちも色味非常に綺麗ですね。おそらく色味や発色に関しては、前のパネルと変わらないと思います。で、前後の角度調整ですが、一番上まで傾けると20度。一番下まで傾けると5度。あと、左右のスイベル。いわゆるモニターの首振り機能は、左右20度ずつ調整することができます。で、高さ調整機能は最初に見せた通りですが、残念ながら回転機能は搭載してません。なので、縦置きにしてモニターを使いたいっていう人は、モニターアームなどを使用しましょう。回転以外の角度調整は全てあるので、スタンドの性能は非常に高いですが、これもね、旧型と全く同じですね。そして、スピーカーですが、モビウスシリーズはね、スピーカー性能が高いことに定評がある。実際に聞いてみましょう。うん、やっぱりいい音ですね。電球のトレボロスピーカーを採用していて、2.5W のスピーカーがいい音を出します。もちろん、ちゃんとしたスピーカーに比べれば微妙ですが、そこらのゲーミングモニターの雑魚スピーカーに比べれば断然いい。YouTube の動画をちょっと見るぐらいなら余裕ですね。あと、スピーカーのモードも3種類あります。せっかくなので、聞き比べてみましょう。今まで聞いた、これがライブ&ポップ。これがゲーム。ちょっとシャカシャカしますね。そして、これがシネマ。ちょっと低音が強くなったかな。結構ね、はっきり音の違いが出るので、自分の好みの設定にして使いましょう。入力端子は、左から 3.5mm のイヤホンジャック。HDMI 2.0 が2つ。そして、ディスプレイポート 1.2 が1つ。どの端子で接続しても 165Hz で出力することが可能なのでご安心ください。で、モニターのメニュー機能なんですが、背面のスティック型ボタンを押し込んで起動します。そして最初に表示されているこれはクイックメニューってやつですね。メニュー内でこのクイックメニューに何を表示するかっていうのを設定できます。で、詳しいメニューですが、大まかな設定を切り替えるシナリオっていうのを選びます。標準かゲームかシネマかっていう3択ですね。まあ、基本は標準でいいと思います。で、クイックメニューではこのシナリオごとに表示するクイックメニューを変えることができます。で、カラーモードですね。これはいわゆる画面プリセットってやつですね。カスタム、レーシングゲーム、RPG、FPS、シネマ HDRI、ゲーム HDRI、HDR、E-Paper、MBook、で、sRGB って感じですね。まあ、使い分けとしては、デフォルトはカスタムにしておいて、で、各種ゲームをやるときには、そのゲームのプリセットにする。で、HDR 対応コンテンツを見るときは、HDR にするっていう感じですかね。E-Paper は読書用って感じですね。で、プリセットごとに、この細かい設定、まあ、ちょっと見にくいんですけど、このライトチューナーとか、まあ、色の鮮明さ、輝度、コントラストとか、こういった細かい設定をすることができます。なので、例えば、FPS ゲームをやるときは、FPS にするんだけど、なんかちょっと色が薄いなって思ったら、この色の鮮明さをぐんと上げてね、敵を見やすくするとか、そういうね、設定を自分で細かくいじることができます。あと、旧型の EX2510 では、このカスタムのところが標準だったんですけど、今回はカスタムっていう名前になってますね。まあ、多分ね、中身は変わってないと思うんですけど、僕、自分で設定を変えてしまってるので、ちょっと全く同じかどうかはわかりませんでした。で、せっかくなので、このまま画面の色とかが変わるね、設定を他を見ていこうと思います。まず、ブラックイコライザー。これは上げれば上げるほど暗いとこがより明るくなるっていう機能ですね。個人的にはこれをちょっと上げておかないと、やっぱりね、敵の視認性は全然違いますね。これが0。これがマックス。マックスまですると、ちょっと白っぽすぎる感じはあるんですけど、ちょっと上げてあげるくらいの方が絶対見やすいです。ちなみに、プリセットごとに一部の機能が使えなかったりするんですけど、このブラックイコライザーはカスタムとか RPG とかでは使えなくて、FPS モードでは使えるっていう感じの機能です。で、先ほど見せた色の鮮明さ。
下げれば下げるほど色から鮮やかさが失われていって、上げれば上げるほど色が全体的にビビットの効いた強い色になります。デフォルトは10なんですけど、僕はねちょっと上げて12か13くらいの方が敵が見やすい。10がこんな感じ、13だとこんな感じですね。結構ねなんかオレンジがかった感じになるんですけど、これの方がね不思議と敵が見やすいんですよね。で、輝度コントラストあたりはまあ気にしなくていいでしょう。どのモニターにもある機能ですね。で、しれっとねシャープネスが追加されてますね。旧型の EX2510 や2710にはなかった機能です。まあ、シャープネスって何かっていうと、物体の輪郭とかをはっきりさせる機能、強調させる機能ですね。上げれば上げるほど、まあ、名前の通りねシャープが効いた感じになる。下げれば下げるほどなんかちょっとぼやっとした感じになる。まあ、ある程度上げておいた方が FPS ゲームとかでは有利。あとカメラ越しでもねこれはっきりわかると思います。こう画面にねブワーっとモザイクというか黒い横線がねパパパパパって入ってると思うんですけど、これがいわゆる黒挿入っていう、フレームとフレームの間に真っ黒のフレームを挟んで映像のねぼやけを軽減するっていう、まあ、FPS ゲームを有利に戦うための機能なんですけど、これがね EX2510S の場合はブレ軽減っていう名前で入ってます。まあ、BenQの FPS ゲーム向けモデルゾービーシリーズには及ばないまでも黒挿入機能もしっかり搭載しているっていうね、素晴らしいですね。で、あと機能としてちょっと分かりにくいんですけど、この AMA っていう機能がオーバードライブ、要は応答速度を高速化させる機能ですね。まあ、上げれば上げるほど高速化されて、まあ、3段階、まあ、0含めると4段階ですね、調整できるんですけど、まあ2ぐらいでいいと思う。3にするとゲームによって逆残像が出たりするので、まあ、そのあたりはね実際に使ってみて調整するのがおすすめです。そしてライトチューナーはモニターの輝度やコントラスト、サイドなどを一気に上げ下げすることができます。なので、まあ、上げれば上げるほどね全体的に明るくなって、下げれば下げるほど全体的に暗く影のある感じになりますね。まあ、このあたりは自分の好みでいじる部分ですね。で、あと今回からちょっとこのブライトインテリジェンスっていう機能、まあ、元々ついてたんですけど旧型にもね、でこれがここでねブライトインテリジェンスをオンにしてあげないとブライトインテリジェンス触れなくなってるので注意しましょう。で、まあブライトインテリジェンスが何かっていうと、まあ、輝度の自動調整機能ですね。オンにすると輝度の自動調整がオンになって、で、まあ光量メーターっていうのは画面内に現在のこのモニターの周辺の照明状況を表示できる、まあ、どれぐらい明るいかっていうのを出せますね。で、感度センサーはこの光量メーターの感知する明るさの範囲を決めれるみたいな感じ。まあ、そんなに僕はねこれは使ってないかな。ゲーム用の機能ではないですね、作業用とかの機能、目を疲れにくくするための機能ですね。輝度を自動で調整して、で、あとブルーライト軽減機能と、カラーウィークネスっていうのは色覚が弱い人がこうね色を判別しやすくするためのフィルター。で、まあオーディオは音量調整とオーディオのモード、そしてミュートで、システムの方はまあ触らなくていいかな、別に触らなくていいと思います。メニューはざっとこんな感じ。最後はいつものゲームプレイ、もちろんやるのは Apex Legends。 感想としては 165Hz で映像が滑らかなのはもちろん、今は撮影のために黒挿入を切ってるんですが、それでも残像感はほぼ感じないですね。色の鮮明さを変えられるのも個人的にはめちゃめちゃ良きや、敵が見やすい。ブラックイコライザーで暗いとこも見やすいし、黒挿入もね今はオフにしてますが一応搭載してて、 FPS ゲーム用途にも十分使える性能ですね。ただし黒挿入機能は 100Hz 以上のリフレッシュレートでしか使えないため、現状だと家庭用ゲーム機で黒挿入を使えるのは PlayStation 5と Xbox シリーズのみ。まあ 60Hz で使ってもそもそもの描画枚数が少ないため効果はあんまり期待できないので、これは仕方ないですね。他のゲームもやってみましたが発色も非常に綺麗なので、本当にどのゲームに使っても満足度の高いゲーミングモニターだと思います。 BenQ 独自の HDRI にも対応してて、 HDR コンテンツだってバッチリ綺麗に見れますしね。グレートですよこいつは。というわけで、BenQ モビウス EX2510S レビューさせていただきました。ざっくりおすすめポイントをまとめると、 165Hz のミドルスペックゲーミングモニター、 IPS パネルに HDRI にも対応していて美しい映像を出力、スタンド性能優秀でモニターアームなしでも調整範囲が広い、スピーカーの音質もかなり良い、ダイヤックは非搭載だけれどブレ軽減という黒挿入機能も搭載、お値段はちょっと高めの3万円台後半。
マルチに使える万能モニター。旧型の EX2510 との違いは、リフレッシュレート以外はほぼなし。そんな感じ。旧型から変わらずいいゲーミングモニターでしたが、マジでほとんど変わってなかったですね。リフレッシュレートが 144Hz から 165Hz に変わった以外は、もうほとんどね、そのままでした。メニュー機能がね、少し増えたぐらい。シャープネスの追加とか。それ以外は、まんま EX2510。まあね、元の EX2510 が、最初から完成されすぎていたっていうのもあるんですけど、個人的にはね、もうちょい変化があった方が、まあ面白かった気がする。ただ、現状旧型の EX2510 が、結構ね、在庫不足で入手しにくい状況が続いているので、EX2510S の登場で、在庫不足が解消されるなら、嬉しいですね。サイズ違いの EX2710S に関しては、旧型の EX2710 の方が Amazon だと高いみたいなバグが起きてたりしますからね。EX2510S は、スペックはね、もう十分に高いものなので、基本的にはこいつを買って思ったよりイマイチだったっていう人はね、まあいないと思います。いろんなゲームをプレイして、作業用にも動画鑑賞用にも使いたいっていう人はね、ぜひとも EX2510S の購入検討してみてください。そんな感じで動画を終わらせていただこうと思います。最後にこの動画が良かったな、参考になったなと思った方はチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。シュー。